間の文字から1946年10月17日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の機械工学者、号は8号へ。文部省実業学務局長、九州帝国大学総長、貴族院議員、数密顧問官を歴任した。江戸幕府の幕臣の子として、江戸に生まれる。月地大学校で学んだ後、明治14年に、 公部大学校機械工学科を卒業して、同校女教授に任せられる。明治19年に、イギリスのグラスゴー大学へ留学して、優秀な成績を収め、英国機械学会会員に推挙される。明治22年に帰国後、帝国大学工科大学教授となり、翌年には、特許局審査官を兼ねた。明治34年東京帝国大学教授兼務の、 ママ文部省実業学務局長に任ぜられる。大正2年5月9日に九州帝国大学総長に任ぜられ、同15年まで務めた。昭和2年4月18日に貴族院直選議員に任ぜられ、昭和14年からは数密顧問官を務める。死別した妻は、伊深拓右衛門の娘で、伊深カ之ジの妹作。没後の平成19年に、 東京帝国大学時代の講義ノートが機械遺産とされた。間の文字、ありがとうございます。